様、こんにちは。サロンのハギタの萩田ゆかりです。はい、皆さん、令和5年7月16日日光東照宮、初、ね、徳川家康公生誕480周年と重なりまして、サロンのハギタ初の日光のお枠になります。はい、ちょっとドキドキしてきましたが、たくさんのね、奏者の方の、ご案内動画が今ね、各 SNS とかで、ね、流れておりますが、はい、今年はね、どういうワークに日光で、皆様にお届けするか、ちょっと、ね、お話ししていきたいと思います。はい、皆さんどうですか、生活今ね、すごく大きく世界がね、変わっております。その中で少しずつですが、精神のね、方へ、精神性の方へ少しずつ多くの方がね、切り替わっているところです。で、今日はですね、こういうね、クリスタルボールっていうのはね、どういうものなのかっていうのを少しお届けしていきたいと思います。こちらは、ま、いろいろサロンのハギタのホームページにも詳しく書かれているんですけど、この音響性の振動のヒーリングが私たちの肉体にバイブレーションとしてかかってきます。で、肉体溜め込んださまざまな毒素を振動によって、ね、こう排泄を促していくっていうのがクリスタルボールの一つの特徴なんですけど、あと体だけではなくって、いろんなことをね、悩んで、もう頭がね、ぐる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 毎日回ってしまいますよね。で、その悩んでいるエネルギーっていうのは私たちのこのね、オーラに蓄積されていきます、ね、それをクリスタルボール、ね、ヒーリングを、ね、ヒーリングを学びトレーニングした奏者が演奏していくことによって、まあ、宇宙と地球をつないでエネルギーフローを起こしながら皆様にお届けいたします、ね、現地はもう本当に数少なくなってまいりました。まだ若干空いてますが、本当に一桁ぐらいなんじゃないでしょうか。皆さんお急ぎの方、ね、日光東照宮現地ライブにお越しください。それから、今回は、いろいろこう様々な、ね、音響機材を、使いまして、オンライン配信っていうのを今回で3回目になると思いますね。かなり臨場感あふれる音を、お届けします。それは皆さんのパソコンとか、ま、電子媒体から受け取っていただくことになりますが、各地でサテライト会場としてね、大きなスクリーンで見ることも体験することもできます。ぜひね、皆さんの、入りたいスタイルで、このクリスタルボールライブをね、お届けいたしますので、ね、お入りください。はい、まあ、今日はですね、一つね、こんな感じのものを、たくさんの奉納品が実は、こちらで奉納され、販売されます。で、これは、まあ、そのうちの一つなんですけど、今回の初ですね、7チャクラオイルというものを、奉納させていただきながら、もちろんこれにはものすごいバイブレーションが入ります。物っていうのはエネルギーを、ね、吸着していきますので、その時に起こる天と地がフローしたバイブレーションとエネルギーでしっかりこれを、ね、お届けすることになります。こちらは限定、本当に限定なので、実は限定30個ぐらいだと思いますが、まあ、あと本当にもうなくなってしまいますので、ぜひ、ね、こちらを、ご予約していただければと思います。また後日まあ、いろんな販売があると思うんですけれども、まずこの7チャクラセットが本当にプレミアになっておりますので、ぜひご予約して、していただければと思います。それから、扇子とかキャンドル、ソルト、それから今回はですね、音と香りっていうテーマになっておりますので、インセンスがものすごいふんだんな、ね、インセンスがたくさん登場します。香りのすごく、ね、いいのからとてもかわいいインセンスまでいろいろご用意しております、ね。まあ、奉納ということで、その時に降りてくるエネルギーと奏者のバイブレーションと、あと多くのその時に来てお越しいただいている現地の方とともにですね、エネルギーフローを起こしながら、ライブを行っていきます。はい、こちらはサテライト会場、本当に、各地で開催しております。詳しいことは下のね、概要欄をご覧ください。もう皆さんでね、7月16日、日本から世界へ、それから私たち自身もね、健康に、ね、なっていくために、
いろいろ溜まっているものを一気に吐き出して今年の夏乗り切ってください。はい、夏の初めにお届けいたします。ぜひご家族で皆さん日光へお越しください。それからサテライト会場でお待ちしております。はい、そういえばですね、日光にやっぱり現地で入れなくて各部でもう満席になっているんですけれども、日光で実は近場でサテライト会場を設けております。ここは世界遺産で、そこも大変なところらしいんですけど、日光、今回の企画っていうのはですね、日光東照宮さんが特別協力をしていただいてて、すごく動いて力を貸していただいてまして、そのお部屋をお借りすることができました。ぜひね、日光に行って一部しか入れなかったとか、入ろうと思ったけど満席になっちゃったっていう方は、ぜひ日光の、サテライト会場ございます。それから近隣の方、ぜひね、同じ敷地内で開催してますので、日光のサテライト会場にお越しください。また各地、東京、千葉、山形、それから長野、広島、福岡で、サテライト会場を設けておりますので、ぜひ皆さんでね、この夏、ヒーラーさんがそこでね、お待ちしてますので、たくさんの、ね、ヒーリングに関しての質問や体験を受けいただきながら、お楽しみください。では7月16日皆さんお会いしましょう。お待ちしております。